今日はですね、Z4 のお問い合わせがございましたので、簡単にご紹介したいと思います。よろしくお願いいたします。まずちょっと全体的に写していきます。ミラーが車外ミラーにカスタムされています。ヘッドライトのバルブはちょっと青いタイプのものですねにカスタム済みです。外装は比較的綺麗で光沢もちゃんとありますね。ホンダの純正品で Z4 の、エンブレムもちゃんとついてます。ブレーキ周りはディスクで、フロント奥もちゃんとしたものがついています。タイヤの山は、まだ残ってますね。バッチリ残ってるんでこのまま使えます。メーター読み498キロとなってます。シャッターキー付きです。外装の足元のこの部分、こちらにひび割れの跡がありますね。使用上は特に問題ありません。マフラーは、車外マフラーが入ってます。こちらも結構いい音がします。リアタイヤの山もまだまだありますのでこのままお使いいただけます。ちょっとエンジンをかけてみたいと思います。ゼロボタン一発でエンジンが始動します。サイドスタンドやキックレバーも、社外品が組んであります。リアサスペンションも、車高あたりですかねのちょっと車高が上がったサスが入ってます。目立った煙などもなくですね、エンジン音も静かです。極めて好調な1台かと思います。メットインも綺麗です。ぜひですねこの機会に Z4 ご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。失礼いたします。